グルジア文字は南コーカサスにあるジョージアの公用語である、グルジア語を書き表すために用いられる文字である。アブハズ語、オセット語の表記のために用いられていたこともある。現代のグルジア文字は33文字から構成され、アセンダーやディセンダー、あるいはその両方を持つ字がある。左から右へ書かれるアルファベットである。二0十五年四月に日本政府が国家の外名を グルジアからジョージアに変更したのに前後し、ジョージア文字への言い換えも見られるが、グルジア語と同様に学会等で、故障の変更決議が行われた事実は確認されていない。ビールエルクとヒブングルジア文字が、いつどのようにして生まれたのかについて、詳しいことは明らかでない。8世紀に書かれた、グルジアの年代記は、紀元前3世紀のグルジアオーパルナバス一世が、 グルジア文字を作ったと伝えているが、確証はない。グルジアで、キリスト教が国境化された4世紀に聖書などを、グルジア語に翻訳するために作り出されたとする説が、有力である。文字の順序や、本来ならばグルジア語の表記には不要な文字が含まれ、ギリシア文字に対応すべき位置にあることなどから、ギリシア文字を参考に作られたと推定される。また、 円弧と直線の組み合わせという原則に忠実に作られていることから別の文字が形を変えたものではなく独自に作り出されたようだ。クルジア文字が記されたもので現在知られている限り最も古い例はパレスティナのベツレヘム付近の境界で発見された430年頃に書かれたと推定される碑文である。クルジア国内ではトビリシから南に3 0トルほどのところに アルボル、西の塩に教会の碑文が最も古く5世紀末のものと考えられている。しかし、近年になって、グルジア国内で4世紀よりも前に書かれた可能性のある碑文が発見され、成立の時期についての議論が起きている。グルジア文字は歴史的に2度大きく、形を変えた。9世紀頃までに用いられていた文字は、ムルグロバにまたはアソムタブルリと呼ばれる。 9世紀から11世紀にかけては、ヌスフリ、またはクトホバニと呼ばれる形が取って変わった。11世紀以降、ムヘドルリと呼ばれる形が現在に至るまで使用されている。古くは、ムヘドルリと古い2種類の文字は共存し、ムヘドルリが世俗的な内容、古い文字が宗教的な内容を記すのに用いられた。 ヌスフリをおもとしながら、ムルグロバニを題名や文頭に用いる書き方が発達し、両者はまとめて、フッツリと呼ばれた。最終的には、宗教的な内容もムヘドルリによって書かれるようになった。1860年代に、イディア・チャフチャバゼを中心として、聖書法が改革され、不要な五文字が除かれて33文字になった。2016年、グルジア文字が、 ユネスコが推進する無形文化遺産に登録された。3種類の文字とも38文字からなるが、現在、そのうち5つは用いられていない。使用されている33文字のうち5つが母音、28が真を表す、表音文字である。文字とグルジア語の音素が完全に対応し、整った聖書法を可能にしている。フォントによっては、 ムルグロバニの代わりにムヘドルリの編集として表示される場合がある。グルジア語で使われなくなった文字。外来語に使われていた文字。ユニコードでは、基本多言語面の U プラス1 0から U プラス 10FF までが、グルジア文字のブロックとして、大文字とムヘドルリが収録されている。ユニコードバージョン4.1では、U2D00 から U2D2 回までに、 グルジア文字補助のブロックが追加され、小文字が収録された。また、ムヘドルリ文字の大文字に相当するものをユニコードに収録する提案が2016年5月にされた。2018年のユニコードバージョン11.0で U プラス 1C90 から U プラス 1CBF までにグルジア文字拡張のブロックが追加され、ムタブルリの名前で大文字が収録された。この文字は、 ムヘドルリとよく似ているが、アセンダーやディセンダーを持たずに、すべての字が同じ大きさを持つ。タイトルや見出しに用いられる。Windows のグルジア語キーボードの配列は以下の通り。ありがとうございます。